今年も鹿児島県出水市にある上場高原にやってきました。今日はこの高原でデジタルカメラのオートモードで撮った写真とマニュアルモードで撮った写真を比較したいと思います。オートモードで撮った写真です。 ISO 感度、F 値、シャッタースピード、すべてカメラ任せです。今度はマニュアルモードを使って自分の好きな設定で撮ってみました。コスモスの花を華やかに見せたかったので露出補正をプラスにしています。2つの写真を比較します。露出補正をプラスにするとシャッタースピードは遅くなりました。次の写真です。先ほど撮った場所から少し移動して寄ってみました。オートモードの F 値は F6.3 です。被写界深度を浅く見せたかったので絞り値を F4.0 にし、こちらも露出補正をプラスにしました。比べてみましょう。マニュアルモードは撮影者の好みです。オートモードで撮った写真の方がコントラストが強い印象を受けます。今度は右手前に木のボケを入れて撮ってみました。マニュアルモードでの設定は F5.6、 さらに露出補正をプラスにしたためシャッタースピードは60分の1秒まで遅くなります。オートもマニュアルも露出には差がありませんが、露出補正をしなければ F 値を絞れば絞るほど写真は暗くなります。朝露の水滴を見つけました。玉ぼけを見せるために F3.2、 そして全体像を引き締めるために露出補正をマイナスにしました。今回の動画ですね、デジタルカメラの、オートモードとマニュアルモード、これを比較して見てみました。全部の写真がコスモス畑になってしまって、後でゆっくり動画作っていきたかったんですけど、いろんなものを撮って、比較したかったんですけども、ちょっと今回はできませんでした、はい、今回マニュアルモードであのような設定を選びました。これはもうその撮影者の好みですね。マニュアルモードもう自由自在に設定変えられるの で私は主に、露出補正プラスにしたりマイナス補正にしたりですね、露出補正を触りました。でこれはシャッタースピードを触るのと意味は一緒だと思います。シャッタースピードで調整して明るさを変えるのと、露出補正をプラスマイナスにして明るさを変えるのではちょっと理屈が、まあ2つとも一緒のことを言っていることなんで、どっちにしろシャッタースピードで調整していることには変わりはないと思います。はい、ISO 感度ですね。 ISO 感度、ISO 感度についてはですね、これはプラスマイナス補正、露出補正とは全く関係がないので、まあ、別物だと思った方がいいと思います。 ISO 感度ですね、私は極力触ることはないです。一番画質に現れやすいですね。 ISO 感度ってノイズが一番影響しやすい設定なので、最終的に
最終的に明るさを調整したい場合とかと動く被写体がブレないようにするために ISO 感度を上げる、あとは暗いとこで星を撮ったりそういう特殊な場面で使う以外はそこまで上げることはないです。前の動画に電車の流し撮りがあったんですね。でそれで自分が限界に調整したのが5分の1だったんですけども、まあ、あれもブレブレと言いますかボケてたしブレてたしちょっとグダグダだったんであんまり出したくなかったんですけども、まあちょっと5分の1は、まあ、緊張するかなって感じですね。中にはいらっしゃいますけどね、滝を撮るので、三脚を使いたくない、でも滝を撮りたい、じゃあもう頑張ってシャッター速度遅くて、手持ちで限界5分の1とかですね、5分の1でも流れますから滝は。はい、まあ、がっつりね三脚を使いたい方は使えばいいです。もう持ってない時にはもう5分の1ってもう撮ったり、もちろん ISO 感度100ですけどね。今回注目したのはやっぱ露出度でしたね。露出度、なんか表現にもろ出ちゃうんで露出度、もちろんその絞りも表現として出ますよ。玉ボケとか背景ぼかしたりですね、その見せたい部分をギュッと見せるために絞りを絞ったりねしますけども、これはねもう被写体によってマニュアルモードっていうのは使い分けて設定を変えていくことが大切だと思います。被写体ですね、今回の被写体はコスモスの花、あと水滴でしたよね。はい、私の場合はこの2つの被写体を撮る場合は白っぽい花っていうのはどうしてもくすんで見えがちなんですね。撮ってしまうと実際に見た目よりも色がこうくすんでしまって寂しい元気がない風景になってしまいがちっていうところで、私はここにちょっと重点を置いてプラス補正をしました。もうほとんど梅、桜、コスモスのピンク系、白系ですね、この場合はだいたい上げます。意外とパッと華やかに見せてくれるので、これはもう自分の好きな設定でやってます。でもう一つが水の水滴、水滴の場合はもう光がライティングが入ってくるので太陽の光っていうのがどうしてもこう全体的に広がり気味になっちゃうんですね。でこれが水滴入ってくると玉ぼけもだいたい入ってくるので、もう玉ぼけはですねもう F3.2 っていう自分のこだわりがあるので、実際オートで撮ったのが 4.0 でしたっけ、でしたよね。でまあまあ、そこそこ玉ぼけは 3.2 よりもちっちゃくなります。で F3.2 にしてここでシャッタースピードが上がります。上がってちょっと明るくなるんですよね、 4.0 の画像っていうか写真よりも。そこでもう 3.2 ででも周りを暗くしたいってことで、メインの水滴を見てもらうために周りを引き締める、被写体を浮き上がらせるですね。そのために露出補正をマイナスにしました。その結果、光を取り入れないってことでシャッタースピードが上がって500分の1になったということです。光を取り入れる、よりいっぱい取り入れるのであればシャッター速度は遅くなる。60分の1の次は下がると30分の1、その次は15分の1っていう風になっていくので、考えるっていうか、まあ、こんな話すと難しくなっちゃうんですけども、もうやってたらもうそのまま身についちゃうと思うので、もうこういうのはもう後から多分ついてきてくれると思う、頭の中についてくると思うので、とにかく撮ってみる、撮ってみて、感じて自分の好きな設定に変えるですね、こういうことだと思います。はい、あとはもう今回もレタッチはノータッチでいきましたけども、ノイズ補正、ノイズ軽減、ノイズを減らすっていうことと、あと霞ですね。どうしても九州、まあ、鹿児島、熊本、鹿児島、天草とかどうしてもくすんでるんです、山が。いろんなものが飛んでるので、ゴミとかPM2.5 とかいろんなものが飛んでて真っ白になっちゃうんで、今回霞
霞を撮るということで、まあ、オートモードで撮った写真とマニュアルモードで撮った写真、両方とも同じ分だけ霞を除去します。同じ分だけですね。どっちかをよく見せたくって、そういうね差別はやってません。まあ、でもオートを使う方も、もうプロのもうオートが早いっていうことでオートも使われる方もいらっしゃると思います。もうね、マニュアルモードよりもねオートモードの方が綺麗に写ってたりするんですよね。たまにマニュアル設定でしか撮れないものもあると思うので、自分だけの設定、ここはこうこだわりたい、この被写体はこう撮るなっていうのが自分の中で頭の中にできている方はね、試してどんどんマニュアルモードで調整していろんな写真、撮っていったらいいんじゃないかなと思います。まあね、瞬時にシャッターチャンスとかもう間に合わないときはもうオートで撮ったりですね、もうそういうのは P で撮ったりオートで撮ったり、もうそのシャッターチャンスですね、その状況にもよるんで、そこは使い分けて、楽しんでください。はい、というわけで今日はこれで締めたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。シェアしてね。